は青木選手にこの方からメッセージが届いていますのでご覧ください。青木元気しよっか、ジョニーだぜ。年末に宮崎県人会という会がありまして、そこで青木選手は必ず忙しくても絶対帰ってきてくれて、でそして子供たちに丁寧に野球を指導してくれてる。本当に頭の下がる思いです。田舎の人間魂やりますよ、うん、やっぱり青木選手の素晴らしいところって技術もさることながら、やはりベンチの中でベテラン選手でありながらも若い選手以上に声を出してゲームに入って叱咤激励する姿、もうこれが僕は一番だと思ってます。なのでそういう姿を見るとやはり青木選手の魂を感じるので、この魂を消さないようにこれからも何でも野球を続けてください。連覇という言葉を使えるチームをヤクルトスワローズしかありません。でその中でチームを引っ張る立場の青木選手が今シーズンどれだけ活躍をするのか注目して見ていきたいと思いますので、怪我なく健康で1年間乗り過ごしてください。はい、というメッセージをいただきましたけれどもいかがでしたか。はい、いやまあ年に一度は必ずその年末にお会いするんですけど、もうジョニーさんも自分の本当に同じ日向市出身の、うん、はい、大先輩なんで、はい、いつも頼りにしてるんですけど、やはり地元の宮崎に何かこう恩返しをって思いもあるんですか。うん、そうですね、はい、なかなか帰れないんで、うん、本当にその宮崎県人会を通して宮崎の子たちにもなんかそういったまあ、いろんなこうなんか希望みたいなものもね、うん、与えられていられればなというふうに思ってますけど、はい、ではじゃあその青木選手の原点、うん、宮崎のところから、はい、青木選手の野球人生を振り返っていきたいと思います。1982年宮崎県日向市で生まれた青木選手、野球を始めたのは小学1年生の時でした。高校は公立の日向高校へ進学、1年生の時から早稲田大学進学を目標に勉学に励んだとのことです。その早稲田大学では投手から外野手へ転向すると首位打者を獲得するなどチームの中心に。そして2003年ドラフト4位でヤクルトスワローズへ入団しました。ということでまずはなんですが、野球を始めたきっかけは何だったんでしょうか。まあ、兄の影響ですね。兄が2人いて、まあ、近くの公園のそのでやってる少年野球チームに所属してたんで、まあ、それについてってたというか、はい、まあ、身近にその野球がありましたね。うん、さっきの写真でね、もう左でちっちゃい頃から打ってましたけど、はい、その右投げ左打ちっていうのはもう野球やり始めた頃から、はい、その例えばお父さんに勧められたとか監督に勧められたとか、なんかこう、うん、その時の監督ですかね、自分足が速かったんで、うんうん、まあ、ちょうどなんか左打ちっていうのがすごく流行ってた時期で、うん、はい、で左打ちにしたらいいんじゃないかっていう感じで言われて、そこからまあ左でやってたんですけど。中学校はどうですか。今度は中学の野球部なのかそのクラブの野球なのか、ここはどっちですか。いや、もう中学校の野球部ですね。ってことは軟式だったんですね。軟式です。その後公立の日向高校に進学されるんですが、うんうんうん、これはどういった経緯で公立のその学校に行かれたんでしょうか。いや、もうただその時、まあ、地元の学校だったんで、はい、その時はどちらかというとこう中学の時にこう野球に対してちょっとこうあんまりこう情熱を注げなかったというか、はい、だからまあ高校入った時も、まあ、兄が後にそのラグビーやってたんで、うん、ラグビーやろうかなとかそれぐらいの気持ちでした。ただまあ中学時代の自分を知ってる友達がちょっと野球部見に行こうよってなって、で、まあ、そこからやっぱり野球やろうっていうふうに思って、まあ、決心してそこから野球をまた続けたんですけど、はい、中学の時ね、当然強豪校、まあ、宮崎でもね、うん、強い学校たくさんあるんですけども、強豪校からのお誘いとかはあったんですか。いくつかはありましたけどね、まあ、ただ高校でなんかそういう強豪校行ってなんか甲子園目指すとかっていう気持ちが正直なかったですね、その時は。はい、その中学校例えば3年生の時に将来自分のなりたいかった像っていうのはどういう。いや、それがなかったんですよ。なくて、ね、まあ、なんとなくまあ勉強はしっかりやって上にまず行ってみたいな感じだったんです。そうですね、とりあえず大学は
行こうかなぐらいの、なんか本当にその辺にいる中学生高校生でした。高校時代 の、 その、まあ、当然ピッチャーとして活躍されると思いますけども、はい、成績的にはどうだったんですか、まあ、県大会どこまで行ったとか。優勝はしたんですよ。はい、優勝したの。県大会優勝して、はい、で九州大会には行ったんですけど、まあ、そこで1回戦負けとか、春ですね。あ、春の九州大会。はい、だから甲子園にはつながらないんですけど。つながらないとこで勝ったんだ。はい、勝ったんですけど。じゃあプロというのをこう定めたのはいつだったんですか。うん、やっぱり高校3年生の夏に負けた時に、はい、その時にもう本当に後悔したんですよ。その好きな野球に対してそんなに一生懸命やってなかった自分に後悔というか、なんか長続きしないというか、すぐにこう諦めてしまうようなところが当時の自分はありましたね。はい、もっとしとけばよかったなっていう。で、まあ、高校3、1年生の時にはその指定校推薦狙って早稲田に行こうとはしてたんで、まあ、幸いそっちで入って野球部に所属できたんで、またこう夢の続きというか、まあ見れたんですけど、はい、まあ、そこで勉強してなかったらちょっと終わってたかもしれないですね。そう、とりあえずその校内で推薦されるにはやっぱ評定平均値っていうのがある程度ないとダメなんで、とにかくもう高校1年生の時から定期テスト頑張って。すごいな。いやでもそこはもう正直野球以上に気合い入れました、その時は。その野球の推薦ではなく早稲田大学に進学をされて野球部に入られるわけですよね、うん、その周りとの差というか、うん、野球で入った方々が多い中で何かこう感じるものっていうのはありましたか。やっぱり感じましたね。こう野球に対してこう、ま、取り組む姿勢だとか、うん、そういった意識が全く違いましたね。はい、まあ、そこでやっぱり今まで自分がそのやってこなかったことに対してすごく後悔しましたし、やっぱり、まあ、大学入った時には4年後には絶対プロ行くっていう、まあ、明確な目標を持ってやってたんで、こんな4年後にプロなんていうのはこのままじゃ無理だなっていうのはもう入ってすぐ感じてました。はい、ね、その早稲田大学の野球部っていうとね、大半が甲子園の、しかもベスト4とか優勝したような選手たちばっかじゃないですか、はい、まあ、その中にまあ鳥谷君がいるね、聖望学園から、はい、どうでした、こうレベル的に周りの同級生のこうレベルっていうのは。その同級生の中でももう飛び抜けてましたね。あ、鳥谷君自体は当時から、はい、でもう高校生の時からプロ注目の選手だっていうのも、うん、知ってましたし、やっぱ体つきがやっぱり、まあ、その辺の選手とは違ったんで、はい、だからこういう選手が4年後プロ行くんだろうなって思ってたんで、なんか身近にそういう選手がいたのはすごくありがたかったですね。逆に、はい、もう当時からめちゃくちゃ鳥谷は練習もしてましたし、とにかくストイックだったんですよ。なんでやっぱり俺もこれぐらいやらないと、なんならそれ以上やらないとプロでやっていけないだろうなっていうか、プロに行けないだろうなっていうのは思ってましたけど。鳥谷君は入部してすぐ寮ですか。寮です。青木さんは、はい、僕一人暮らしなんです。一人暮らしと。そうなんですよ、寮ってね、部屋の数が決まってるんで、はい、ベンチ入りもしくはそれに準ずる選手しか入れないんですよ、はい、だから無名の日向高校出身の青木選手は多分ね、最初は寮に入れてないはずなんです。じゃあ僕2年間一人暮らし、一人暮らしなんです、はい、学校に通いながら自分でグラウンドに行ってまた家帰ってっていう、そうですよね。だから大変だったろうなっていうのをすごく思います。ほとんどのプロに入るような選手ってもうすぐ寮入っちゃうんですけど、おそらく入ってないんだろうなって今話を聞いてて、はい、で3年の春にじゃレギュラーを掴んだということで、そこから寮に入られた。そうですね、はい、そのベンチにも入っていなかったところから首位打者って、これすごいですね。成長率がどのぐらいこう練習されたっていうのはあるんですか。まあ、自分なりに毎日をもう本当 100% で過ごしましたけどね、一日を。もうとにかくそれしかないと思ったんで、一つずつなんかやっていきました。もう初めはやっぱり高校まで練習ちゃんとやってないんで、まず全体練習についていくのに必死だったんですよ。ただ体力なかったんで、全体練習やってるだけでも怪我してたんで、だからまずはその体作りから始めました。そういうところからで体のことをしっかり勉強して、
どうすればそういうから強い体になるかだとか、怪我しないためにはどうするかとか、そういったことから始めて、はい、っていう感じですね。それでね、こう最上級生になった時に、入学当時遠くにあった鳥谷選手の背中ってのはだいぶ最上級生になって近づいたんですか？だんだん自分のレベルも上がってきてるのは分かってましたけど、はい、鳥谷は鳥谷でどんどんなんか、なんならプロ行くのはもう絶対行くだろうから、その活躍するためにみたいなのを考えてたような選手だったんで、はい、なんかその向上心にやっぱり自分もなんか乗せられたと言いますか、はい、まあ、いいライバル関係で近くにこういい目標がいた、ね、ということにもなりますよね。それをこう乗り越えるというか、そこまで上に持っていけるメンタルのっていうのは、こう何か心がけていることっていうのはご自身であったんでしょうか？やっぱり高い目標があったからですかね。プロに入るっていう、プロに行きたいっていう気持ちが強かったん で、それと同時にやっぱり後悔したくない、好きな野球に対して真剣に取り組むってことはもう決めてはいたんで、はい、まあ、どんなことがあっても諦めないっていうことだけは、はい、思ってました。すごいな、一途な感じがしますよね。そうですね。ただやっぱりね、高校の時もちゃんと早稲田に行くっていう自分で目標を決めて達成されて、大学の時もね、こうプロに行くっていうのを達成されて、だからうまくなり方を知ってるんですよ、うん、そうですね、メンタルも何も努力の仕方が正しいということになりますよね。気持ちも強いですね。球界のレジェンド山本昌がゲストの野球観に深く迫るマサノート。今回のゲストは日本代表を率いた稲葉篤紀さん。日本代表というのは結果が全てなので、いろんな覚悟を持って臨まなくてはいけない。マサノートは1話190円でご視聴いただけます。詳しくはスプークスで検索。